いどうも、アニマルパテモソでございます。というわけで今回は、はい、これ先日川で取ってきたお魚とエビを与えつ、ちょっと240センチ規格水槽の規格の話のお話をねしようかなと思ってます。先に言っちゃいますと、240センチ水槽やめます。かといって水槽を買うのをやめるわけではないです。ちょっと方向修正、いろいろちょっと考えた結果ね、はい、そういうこととなります。この今ね水槽ね、これ今餌やってますけども、全然ブラックアロワなんか食えないですけど、この2匹のフラワートーマがよく食べるんで、120センチ水槽、奥行き60センチ、高さ45センチの水槽を2つ、2台ね、並べておいてるんですよ。で、それを2台並べておけるんだったら、240センチ水槽で奥行き60、高さ45の水槽を置けるんじゃねえのかと。じゃあ買うかっていうところから240センチ水槽の企画が始まっております。まあ、それは試行錯誤しながら、今ならメルカリで売ったりとか、わらしべ的に今500、まだ500円で止まってますけど、それをなんか買ってそれを増やしていくとか、あとブリードして育てた魚を販売するとか、その辺のね感じで、まあね、まだ他のやり方も考えつつね、まあステッカー売ったりねしてね、資金を集めるという企画、買うまでの企画をやっておるのですけども、オーバーフローで最初考えてたんですよ。単純にオーバーフローでね、で240センチの水槽となれば、少なくとも120センチ半分ぐらいねの水槽を下に置かないといけなくなると思うんです。はい。で言ったら、今これ置けたところで240センチ水槽分の露槽を置いたら、プラス200-300キロ、120センチ水槽を露槽と置けば200-300キロ増えるわけなんですよ。で、それで考えたんですよ。今のこの240センチ水槽で、奥行き60、高さ45の水槽に水を張ると、648キロなんですよ、重さが。はい。プラスこれに、露槽を入れると、まあ200キロ以上になったとすると、900キロぐらいなんですよね。200以上あるから。900かと。さすがに、ちょっと厳しいかなと。この状況で、補強もしてない状況。今のこのまんまだと多分上の、フィルター、上部フィルター入れたところで、まあ、700あるかないかぐらいだと思うんですよ。それが一気に200キロ増えると、ちょっとさすがに厳しいと。考えた結果、じゃあ上部フィルターでやればいいじゃねえかと、今まで通り。このままの通りね。やればいいじゃないかということもあるとは思うんですけども、やはりちょっと違う方法をやりたい。あと、もっと言うならば、こういうエアレーション、なんでねオーバーフローにしようかと思ったらね、エアレーションとかヒーターとか全部ここから隠したかったんですよ。一番やりたかったことは、水中ポンプっていうかね、吸い上げるものを入れるのは仕方がない。もうオーバーフローにしたらね、パイプだけで済むから、いや、すっきりしていいじゃないという、ただそれ浅はかなそれぐらい考えだったんですけど、まあ、ポンプもコーナーカバーで隠せばいいかななんてね、ちょっと今思ってて、じゃあどうやってろ過するかと。上部フィルターにしようと思ったら2基、2メートルのフィルターを作ってもらうか、2メートルで2、合わせたね、2メートル言ってたけど、まあ今買おうと思ってるのは240から200に変えようかなって今思ってるんですよ。なんでかって40センチ空いた隙間に、外部フィルター、でっかい外部フィルターを2つ、1つもしくは2つ置いて、そっから上部フィルターから出した水を、外部フィルターから出した水を直接上部フィルターにぶち込んで、で上部フィルターから落とすと。そうすると、ポンプ、水中ポンプが上部、外部フィルターに行くやつだけで済むと思うんで、それさえ隠せば、なんとかスッキリ行くんじゃないかなと。で、その露槽に、上部フィルターのところの露槽に、ヒーターとかエアレーションを、仕込むというやり方にしようかなと今思ってます。その分、だから40センチ、横隙間開けて、そこに大きい
外部式フィルター一つなり二つ置こうかなという今考えております。うまくいけばまあ外部式だけでもいいと思うし、もう一つ考えたのはオーバーフローでしてもいいんやけど、ロソをちっちゃくして、まあ1メートルぐらいのね、まあ今90センチ水槽ぐらいでもいいですわ。そっから外部式フィルターに、吸い上げて、外部式フィルターから上部フィルターに行って、上部フィルターから水を落とすという、こう三段階っていう方法でもいいかなと。なんかまあとりあえずちょっと今はちょっと見切りでその辺喋ってますけども、横に40センチの隙間を開けて、そこのところをちょっとろ過するための強化のために隙間にしようかと。で、なんで今回それを思ってるかというと、この今ブラック水槽を、上部フィルター今、二段なら、今、手前と奥で二つ並べている部分、照明が置けないんですよね。これあんまりね。奥の方とか照明いかないんですよ。それを解決したいんですよね。やっぱり、上部フィルター置くと照明とか置く設備、場所がちょっとなくなるんで、それもちょっと問題、明るくしたい。多分次やる水槽は底面ブラックにしとかへんと、ポリプとかの色飛びがすると思うんで、まあ底面はブラック。ないしはガーネットサンドを引くか。まあ、多分ガーネットサンドは多分メンテ的に引かないと思うんで、まあ多分底面ブラックにしなきゃしゃあないかななんてちょっと今思ってるんですけども、まあそういうことがあるので、まあ今回狙おうと思っているのは2メートルの水槽。240から200にちょっと方向転換。で、ちょっと思ったのは高さ60だったらどうなるのかなと思ったら720キロなんですよ。幅200、奥行き60、高さ60。40センチ、まあ、仮に60センチの高さの水槽を買ったとしたら、2メートル、240の、高さ45の水槽を買うよりかは水量が多いと。いうことは、まあ、それでもいいかな、みたいな。それで横にスペースができて、ろ過がちょっとうるお、ろ過っていうか、上部ろ過のところがちょっとスッキリするんであれば、かなとちょっと思ってます。で、まあ、30万円を目指してますけども、まあ、その20、2メートルの水槽にしたって多分特注とかでなかなかないですね。多分240とか、200超え、まあ、180超え出すと多分なかなか売ってないと思うんですよ。240は多分ちょこちょこ見えますけど、200っていうのサイズあんま見ないと思うんで、まあ、それを目指すかなと。資金がいくらぐらいになるかわかりませんけど、まあ、だけど240のその幅の水槽を作るよりかは安くなるかもしれない。まあ、20万円ぐらいでいけるかもしれないし、まあ、だから外部ろ過2つつけようと思ったらそれだけで、ね、6万、7万になると思いますんで、水槽でまだ結局30万近くなるのかな。まあ、30万っていうのは一応まあ、目安として、買える金額まで、まあ、2メートル水槽を買えるまでのね、はい。うわ、オフィッシュレットやってくれるなぁ。の企画にちょっと変更しようかななんてね、思いました。まあ、2階なんでね、これ1階だったら制限なくね、床強化してやってたけど、まあ、ちょっとオーバーフローが厳しい時点で2メートル40をちょっとやめようかな、というふうに思ってます。上部フィルターもちょっと脱出したい。はい。というわけで今回は、240センチ水槽のね、企画のちょっと方向修正でございます。ちょっとじゃないけど、結構ね、方向修正しました。次回から2メートル水槽、目指せ2メートル水槽になります。というわけで、アニマルパテモスでした。アニモー。